そこに鍵があるから。手当たり次第に無意識にかけられた鍵を全て開けてしまう得意体質の鍵師遠藤が娘を探して日本橋のストリップ小屋に行き着く。ストリップ小屋では2人のストリッパーがいつもと変わらず出番を待ってのんびりと過ごしていた。その頃、天王寺動物園ではキリンの親子が檻から脱走。キリンは仲良く谷町筋を北上し、ストリップ小屋へと接近していた。満月動物園が送るアングラポップなメルヘン活劇、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。